川島です。今回なんですけども、今ここ、いつもとね、多分違う感じの背景だと思うんですけども、実はですね、今日東京の方に来ておりまして、なんとスペシャルゲストを今日はお呼びしております。早速、お願いします。どうぞ。オッケー、どうも伝説のハードゲイ、HG です。コラボフォー、オッケー。いやー、はい、どうも。ありがとうございます。すいません。大丈夫ですか、私なんかのものが出て。めっちゃ面白いですよ。いやいやいや、ちょっとやっぱ女性が見てる感じがするんで、川島さんのチャンネル。私なんか来たら大丈夫ですか。大丈夫ですよ。今回は、まあ、HG さんがトレーニングチャンネルを最近ですね、始めてるというところなので、はいはい、まあ、実際にそんなトレーニングをね、今日はレクチャーしていこうと思っております。なるほど、わかりました、はい、お願いします。皆さん、腹筋を、ね、はい、欲しいという考えはね、一緒なので、はい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 、今回は、まあ、こんなね、腹筋を持つというところで、先生どうですか。はい、こちらの腹筋ですね、はい、かなりバキバキなんですけども、はい、噂ではフォーが効いたみたいな話を聞いたんですけども、フォーの動きが腹筋に効いてた。はい、いや、私正直ちょっと自覚がなかったですね。普段のトレーニングで腹筋はやりますけども、はい、いや、あれめちゃめちゃ効いてます。あれ本当ですか。めちゃめちゃ効いてます。知らなかった、それは。あれは実は、はい、腹直筋ってある縦のこの筋肉と、はい、その横のくびれの筋肉、腹斜筋っていう筋肉に効いてくるんですね。はい、なので今回は、はい、簡単にできる腹体操をちょっとレクチャーしてもらえないかなと。腹体操？腹体操いいですね。いいですか。ちょっとキャッチーじゃないですか、腹体操。そうなんですよ。多分これは面白いんじゃないかと思いますね。ちょっとこれ流行る予感しかないですね。本当ですよ。多分女性の方も多分見られてる方多いと思いますので、はい、この縦割りの腹筋、そしてこのくびれですね、この両方を一気に作りたい人向けに簡単な腹体操をぜひお願いします。じゃあ僕は普段やってる腰振りからのフォーの動きで、はい、そこが鍛えられると。そうです。なるほど。なんかやっぱ自宅でできる大丈夫ですか、自宅でやります。女性の皆さん、できます。ご家族に見られないようにしてくださいね部屋でね、部屋でね、一人きりでやってくださいねじゃあ、まあ普段私やってるのはこういうね、はい、こういう腰振りの動きからの、はい、まあフォーですけども、はい、これがいいんですか。はい、実は腹直筋という筋肉、これ縦割りの筋肉なんですけど、腹筋ってのはそもそも伸縮収縮、この伸び縮みで筋肉が効いてくるんですね。はいはいはい、なのでこの動きは最適なんですね。あ、なるほど。この伸び縮みを意識してやることで、はい、あ、なるほど。めちゃめちゃうまいですね、やっぱね。あ、なるほど。めっちゃ速いです。でもこれ、まあ、そのあんま速さじゃなくて、しっかりと、はい、そうですね、しっかりと大きく伸び縮みを意識して、はい、そうです、やることで、あ、腹筋に効いて、あ、確かに。そうです。はい。で、ここからの、はい、ここからの方ですね。で、この時に、この横のねじれを使うことで、実はこれくびれにめちゃめちゃ効くというところなんですね。はあ、はい、そうなんですか。そうです、めっちゃ効きます。あ、このね、ひねりね、このひねりです。ここが一番アップルに効きますので、腰振りで腹直筋で、フォーのひねりで腹斜筋。なるほど。そうです。はあ、はい、これは確かにまあ理にかなってる。そうです、理にかなってるんです、実は。なので、これをまあ60秒ぐらいでできて、今日は一緒にやっていこうと思います。あ、いいですね。はい、1分でできる。はい、うん、じゃあ10秒腰振っての4、ここですね、10秒振っての4の3回で30秒、はい、で、アザーサイドでこっち側の腰振りからのこっちのひねり、はい、ですね、はい、こっちでも普段やらないんで。あ、本当ですか。こっちはしないんですね。やっぱもうこっちだけですよ、やっぱり。はい、それは似合いますね。あ、なるほど。じゃあもうどっちのサイドもいけるように。そうです。はい、これいいですね。それを、はい、実際にじゃあ一緒にやっていきましょう。やってくれるんですか、先生。もちろんです。マジですか。ではじゃあ、まあ早速ですね、はい、まあ、軽く練習からいきましょう。はい、はい、じゃあまず皆さんしっかり準備してもらって、まず皆さん一人になってもらえましたか。はい、さあ皆さん裸になりましたか。はい、じゃあまずお願いします。まずこっち側ですね。はい、はい、の10回しますか。じゃあね。そうですね、10回ですね。10回、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10で、フォー。この時にポイントはですね、はい、この恥骨って言われるこの骨、恥骨の骨とこの肋骨、まあこの胸あたりを近づける感じで、はい、こうすると一番腹筋にきます。こうですね、上にしゃくる感じですね。こう僕こう意識はこう前だったんですけど、モデル変えました。いやいや、別に出してないですから、局部出してないですから。前というよりはこの上げる感じ、こういう、はい、はい、ここ縮める感じですね。あ、なるほど。はい、これがすごく効きます。ここからの、じゃあこの ここから、はい、ひねり、ひねりの時はしっかりキュッとこう、ここに力をキュッ
キュッと寄れてもらって、この骨盤は前ですけど、はい、体は正面。そうですね。これでね、ひねりが入りますよ、はい、はい、あ、でもちょっとこれでちょっと温まってきましたね。そうそう、はい、はい、意識するだけで変わりますね。はい、じゃあ1分間ですね、はい、一緒にやっていきましょう。いきますよ、よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、7、ほぉー、はい、いきますよ、はい、1、2、3、4、5、上げる、6、7、8、9、10、はい、ほぉー、いいですね、はい、ラスト、4、5、6、7、8、9、10、はい、ほぉー、次が来たらいきますよ、1、2、3、いや、うまかったですよ。うまいですか、最後。最後なんかもうスムーズにこじぶれてましたよ。はい、あ、でも結構汗もなんかじわっと出てきて、はい、この辺にこう効く感じがですね、やっぱりこうやってて感じますよね。この辺が熱くなってきましたね。熱くなりますね、はい、まあ、これぜひですね、まあ、1日1分間でできますので、はい、暇があったらですね、朝昼晩とですね、まあ、ちょくちょくと、そうですね、こうね、刻んでもらって、まあ、1人の時間でやっていただいたら、はい、やってみてください、ぜひお願いします、はい、はい、という感じでですね、終わったんですけども、今日はね、本当に貴重な講義を教えてもらって、はい、いやでも本当に僕のこの何気ないギャグが、はい、こんなあの筋トレ効果があるんだと発見になりました。非常に有意義な時間でした、ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございました。はい、はい、ということで今回ですね、 HG さんの YouTube チャンネル、これも筋トレチャンネルですか、はい、そうですね、本当ゴリゴリ の、 あのトレーニング動画なんですけども、はい、いろんな参考になる部分あると思いますんで、はい、ぜひ見てください、お願いします。見てください。一緒にコラボした動画ですね、 HG さんの腰痛を改善できるのか、はい、これをね、実際僕がやってきましたので、はい、ぜひその、ね、動画もぜひチェックしてみてください。お願いします。はい、じゃあぜひね、グッドボタン、そしてコメントの方もぜひよろしくお願いします。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。See you!